佐々木朗希、韓国に煽られてしまう。韓国 KBO のキアムンに所属するキムヘソン内野手が今オフの MLB 挑戦を睨み、大谷翔平が所属する大手エージェント、クリエイティブアーティスツ、エージェンシースポーツと契約した。3年連続で打率3割をマークしている走攻守に優れた内野手で、東京五輪、WBC など国際経験も豊富。球団もシーズン後にポスティングシステムを容認するとしている。韓国メディアは、夢に近づいて大谷のように生まれ変われると大きく伝え、新たな二塁手を目指すなら、キムヘソンに関心を示すかもしれないとまで伝えた。しかし、一方で同じく MLB 挑戦が注目されるロッテ佐々木朗希投手については手厳しい。過去に進出した日本人投手たちと違ってキャリアを築いていない。今季もそうだ。日本のファンもこんなに弱いのにメジャーに行けるのか、と否定的だとバッサリだ。シーズン通してのパフォーマンスの不安は日本でも指摘されているが、韓国メディアの視線もシビアだ。これは言われても仕方ないだろうな。プロの体が出来上がるまで制限して投げさせると言っていた。まだ出来上がっていないので成績がまだなのか、出来上がっているのに成績が残せないのかよくわからない。佐々木はチヤホヤされた結果でのメジャー挑戦をする前にロッテに貢献するべき。こんなに体が弱いのに、飛行機に乗ってあちこち行くのは無理だよ。規定投球回数投げれるようになってから行ってほしい。まだ若くて、体が細いし、まだまだこれからでしょう。ロッテは大事に育てたつもりでしょうが、選手によっては厳しく育てないとダメな選手もいるのが現実です。言い訳のできない環境に身を置くのも成長になるのではないかとも思う。韓国に言われる筋合いはないっていうのは多くの人が感じてることだろうが。でも言われても仕方ないなと思うとこもあるね。弱いからメジャーの最新運動生理学に基づいたトレーニング環境を求めに行くんだろう。決めるのは、求めるのはドジャース。22歳の若さを忘れてはいけない。